皆さんは2022年8月頃からネット上で開催されているルール無用 JCJC タイムアタックをご存知でしょうか。タミヤのミニ四駆専用コース、ジャパンカップジュニアサーキットをいかに速く走るかというタイムレースです。これに参戦しないと一生後悔すると思い立ち、自分もコースを購入&設置し参戦することにしました。早速、ダイソーでミニ四駆を購入し、初走行を果たしました。前回の動画で、視聴者様から、マシンに名前を付けては、と、ご提案があり、マシンのモチーフのシーチョンチョン171は、釧路、シベチャ間を現役運行していることに敬意を表し、シベッチャ、1号、と命名。しかし視聴者様から、読み方は、シベチャ、では、とのご指摘をいただきました。生まれてこの方、ずっと、シベッチャ、と、読み間違えてたことに初めて気づく。町名、駅名はシベチャ、マシン名はシベッチャで押し通そうと思いましたが、小中学生が社会科のテストで間違うリスクをヘッジするため、小さいツを加えることにします。なお、シルベッチャ、とも読めてしまいますが、イタリアの種馬、シルベスター・スタローン、とは全くの無関係、完全に独立した存在、シルベッチャ・スタンド・アローン、です。なお、マシン名は、シベッチャ、ですので、お間違いのないように。ここ、テストに出ます。冗談はさておき、今回も照明の改良からスタートします。前回設置した電気スタンド。これだけでは、まだまだ暗いため、天井照明の照度を落としてバランスを取り、編集で明るく調整し、なんとかごまかした。今回は視聴者様からご提案の LED テープライトを試してみる。青コーナー側の壁に貼ってみた。照度はともかく、なかなか綺麗ではある。天井照明全開で試してみる。LED テープライト点灯。テープライトそのものは明るいが、コースの照度には効果なし。天井照明の照度を落とし、バランスをとってみる。照明の直下に露出を合わせてみる。やはり効果が感じられない。電気スタンドを点灯してみる。やはり LED テープライトだけでは力不足。さらに視聴者様からのご提案による間接照明を試してみた。電気スタンドを壁に向けただけだが効果絶大。まだまだ研究の余地がありそう。冗談はさておき、マシンの改良案を考える。前回、電池を 9V に換装したが、まだまだスピードが足りない。このミニ四駆の最大の問題は、ギア比にある。総合的なギア比は1対15。一般的なミニ四駆のギア比は1対 3.5 から5なので、圧倒的にギア比が低すぎる。ギア比改善のため、100均のマシンを分解し、流用できそうなパーツを探す。これは使えそう。パーツを取り出し、加工する。思ったより時間がかかりそう。成功する保証もない。これは次回以降に、じっくり取り組むことにして。今回は、とりあえずタイムを2分の1に縮めよう。このミニ四駆の最大の弱点は車輪の小ささ。タイヤの直径を2倍にすればスピード2倍。タイムは半分、という小学生でもわかる算数。ダイソーのフリクションカーのタイヤが、ちょうど直径32ミリ。外して。削って。さらに削って出来上がり。そのままだとシャーシやモーターに干渉するので、がっつり削る。さらに軽量化と低重心化のため、電池ケースも切除。モーターの干渉対策で、底面と上面を削って、モーターを立てて装着。視聴者様から、速さを求めるなら、新幹線にしては、
というご提案があり、手持ちの新幹線を並べてみた。やはり一番人気はドクターイエローか。とはいえ、暴走機関車というコンセプトも捨てがたい。ここは両方のいいとこ取りで。令和最新版ドクターイエロー、シベッチャ2号。駆動輪を台形化したため、ホットロッド仕様。後尾車はドクターイエロー、車輪も減らし各車4輪に。前後の車両で高低差があるため、連結パーツを2個結合。電池ケースごとスイッチも撤去したので、押しボタンを設置。ちなみに、押しボタンスイッチは100均の USB ライトから流用。なお、1号はドリフトアクションが派手になるように、わざと電池を後ろ寄りに搭載していたが、2号は電池を前寄りに搭載した本気仕様。計算通り、ちゃんと速度2倍になったか確認のため、1号の動画と重ねてみる。完全に置いて行かれてる。レーンチェンジが登れない。別角度の動画を確認してみる。ギアが空回りしているっぽい。車体を回収し、分解。ドライブギアが若干ずれてる。ほんのわずかだが、滑り止めのローレット加工が見える。ギアを押し込み、滑らないことを確認。修理というより、調整の範疇だが、車輪をエポキシ接着剤で完全固定するのに3時間かかる。メンテナンス性に課題あり。固定完了後の試運転。車輪とシャーシがくっついてなくて、一安心。遅いのは1号で使い古した電池のため。が、車輪がボディ内側に擦れるため加工。1回目は擦れなかったが、シャーシにくっつくのを警戒し、車輪の差し込みが甘かったようだ。仕切り直して、タイムアタック再開。この後何回やっても、ウェーブで横転してしまう。横転シーンをスローで検証してみる。2両目が先に横転しているのがお分かりだろうか。というわけで、思いつく限りの横転対策を実行。低重心化のため、シャーシをくり抜き、電池を立てはめ。針金をこねくり回し、連結部の高低差を解消。シャーシをくり抜いた部材を貼り合わせ、アンダースタビライザーを設置。こんなものでも金属パーツと積層を削り出しって言うと、それなりに聞こえる不思議。車輪にはトレッドを一定に保つスペーサー。くり抜いたシャーシを補強する底板には上り流。見えないところに気を使うのが本当のおしゃれさん。1号の動画を重ねタイムアタック。2号、横転から奇跡の復活。いざ、頂点の時、竜になれ、シベッチャ2号。2号、スタート、1号も続く。1周目、昇天。1号、1周目、完走。2周目、昇天。1号、2周目、完走。そして自動停止。シベッチャ2号、横転。2号のベストラップ 11.309 秒。10秒切りならず。何も改良してない1号が大幅にベストラップ更新。ミニ四駆の奥深さを知るべっちゃ。現場からは以上です。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。